はい、待て、座れ、ちょっと待てよ。あ、これちょっと待てよ。ちょっと待て。リキ、こっちか、こっちか。座れ。はい、行こう。はい、おはようございます。ゆるゆるです。いつもご視聴ありがとうございます。本日もですね、有害鳥獣駆除ね、来ています。今日はですね、ちょっと参加人数が少ないんでね、捕獲できたらいいなと思ってるんですけどね、ちょっとなかなか難しいかもしれないですけれどね、しっかりやっていきたいなと思います。来い。はい、こっち。よし、来た。じゃあ、ご褒美にお水をあげましょう。ちょっと待て。はい。よし、そこ怪しくないです。歌詞がずっと行ったり来たりしようけど、大山さん、ちょっと行けそうやったら行ってもらっていいです？すみません。今、確認だったけど、とりあえずは、操作しようだけですね。はい、了解。ちょっとそっちの方に近づきます。あら、カシンは上行きましたね。イノシシじゃないんですかね、なんか。これぐるぐるぐる回るけど。なんか怪しいですよね。なんかウサギかタヌキ見つけたんやろか。イノシシ見つけた吠え方やないですもんね。ですね、ちょっと甲高い声やったもんね。これがこのワンっていうだけで。あ、来い。あ、来い。あ、ガチ。よし来い。あら、よし。
家臣につけとったあの GoPro どっかで落としました。見つけたら拾ってください。まあ古いやつやけなくしてもいいはいいんやけど。プロでしょ。そうそう、あのドッグマウントごと落としておけ、まあ目につきやすいとは思うけど、落ちとるっつったらあの藪の中と思うのはなかなか難しいと思いますけどね。まあもし見かけたらお願いします。まず見つけたら拾っておきます。ん？今鳴った？お前の分かってくれ、こっちも来たよ。イノシシはついてなかったね。はい。はい。はい。おめでとうございます。お疲れです。あ、ここまで来ると疲れた。あのリンが起こした。撃った後に火事が来た。あ、おいと来る前に時間かかるからよしよし。これもでかいね、これ。あんたおいと来て、絶対に撃ったらいいんだよ。これやろね、向こうヌタ場に足が大きな足あったもん。どっち、もう一人いるやろ。あの犬連れてもらうとね、いかんけ。あ、ごめんごめん、ちょっと家臣つなご。家臣ちゃん、あんた活躍できんかったかね、一回も吠えとらんけど。え？